私は超素敵、いいね、紳士王国堂々完成。我が輩誰かに見せたくてたまらない。指示は紳士の捕獲もしくは抹殺、要は全滅か。おお、よく来てくれたね。ここが我が輩の超素敵紳士王国。さあ、心ゆくまで楽しんでくれたまえよ。ほっ、おしゃ、ほれ出発。義明様、先ほどの御陣は敵でございますだよ。なんと趣味の悪い影武者があんなにも。我が輩の超素敵紳士王国に早速攻め込む者が。極秘に進めていた人類皆ヒゲ紳士計画が漏れたのかね。ではただで返すわけにはいきますまいだね。その通り、この素晴らしい超絶素敵紳士王国をしっかり自慢して世に広めてもらおうじゃないか。あなたに恨みはないが幕引きとさせていただこう。出羽の神と奥州丹大素敵紳士たる我が輩にぴったりなのは一体どちらだね。そう、次なる自慢場所を求めての船出である。どこら辺が自慢なのか俺には全然わからん。我が輩のヒゲ先からも水が噴き出したら素敵だろうね。必ずや勝てる、勝てる、勝てるのだ。つけひげが取れた。ああ、もっといいヒゲつけておけば。変わり映え、我が輩逃げも隠れもしよう。しっかり身代わりになりたまえよ。お任せくだされ。そう、なんせ怪人を鍛え、それが信長様のお望みだ。ヒゲを引っ張られると力
ならんが、入らんが。そう。片時も我が輩の元から離れないでくれたまえ。かわいい。追い詰めないでくれたまえ、逃げてしまうよ。これは天が素敵紳士に与えた試練だね。紳士は紳士に心身を鍛え、紳士を得てこそ紳士でござる。倒れるまでが紳士です。敵は弱兵、それがし一人で蹴散らしてくれるわ。仰せの間、ここは静観して挽回の機を待つべきか。気がしも悪い、この私舞い散る水しぶきを見てると心が素敵に現れるよな。あれたち、これといった損傷もなし、進軍を継続します。目覚ましいご活躍、敵味方皆が倒木しておりますぞ。あやかし、さすがに反撃ののろしも上がるまいて。もう見つかったのかい？我が輩の他とは違う素敵さに気づくとはね。水も滴るいいヒゲは艶やかだろう。目にゴミが入ったのだ。聞くが依然のか。茶柱かと思ったら我が輩のヒゲだったよ。信長様の機嫌を損ねぬように気をつけることだ。あなたにしてみればもう遅いやもしれないが、紳士は永久に不滅だよ。まだまだ、この超素敵紳士王国の1割も自慢していないよ。玄米茶と超上質茶菓子の素敵な出会い、我が輩の超精絶回転水車がついた団子だよ。
どうか無事に逃げおおせてくだされ。あふれる紳士の気品が隠れることも許さない。玄米茶と上質団子が飛行の口で出会いたがっているよ。いいなそれ、いいな。夢の浮き橋も渡る、この私引くがか。自慢は我が輩をより素敵な紳士へ近づける。時と場所に合わせた身だしなみこそ紳士。衣装部屋に行くよ。すべて自慢し終えてしまったようだね。残念かい。じゃあ最後に王国の真の姿を見せてあげるよ。どうだね、これが我が輩自慢の超華麗大量素敵ひげ紳士王国だよ。たくさんのひげ紳士との思い出胸に刻んで帰っておくれよ。やられるまでが作戦だよ。我が輩主催の古名館の社交お茶会に招待されたいのかい。あなたの所詮はセミだ。土蜘蛛の巣であがくセミ。せいぜいご自慢の両薙刀で切り抜けるがいい。魚にすらならぬ冷めたたじらいぞ。我が輩の一挙一動見逃しては大損だよ。しっけ、お茶が切れるとどうもイライラしてしまうのだよ。戦も楽じゃないね。追い上げる怪異なるを。いかなる言葉ももう遅い。この心には届かない。なぜなら遠の昔に私は止まっているのだから。